ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の絶つながるラジオ。私は平エレン、今日は頑張るぜ、よーイエーイ。演歌天城越えでしょ、絶対天城越えか、こういう女だと思うんだよ、俺は。そうですね、怒られましたね、これは。 B のロックで、きっとこれが好きだろうと思って、ヘビメタで頭ブンブン振る系のあれを歌ってください。あれね、あれだよ、だってよくやってるじゃん。よくやってるって何？あれね、あのビッシュみたいなやつでしょ。あー、こういうね、あれね、で、答えは何なんですか？はい、B のロックです。おーやってくれるそうです。ちょっと待って、よし、じゃあお願いします。やだよ。はい、でも私実際家で、あれはしますよ、ヘドバン、頭ブンブン。おー、じゃあ家で、あ、じゃあ好きな音楽だの乗ってる時の自分をちょっとここで、それをやりながら自己紹介してください。ちょっと待って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 、なんかガチャガチャやらキレやらこうやってね、自己紹介するの。で、こうやってやって、ラップのフリースタイルで、ちょっと待って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 3、2、イエーイ、俺は大概なんだぜ、ふっけーイエーイ。史上最大にカオスな番組だったんですけどね。お手を拝借。拝借したらどうやっちゃうけど大丈夫。そっか、大丈夫。短い収録でしたが、ラジオに出ての感想をね。すごいな、もう最後の1回に尽きるんですけど、なん私あんまこういうになんかまずいもの系意外と苦手じゃないんですよ、うん、飲めちゃうんですけど、本当にダメでしたね、これ。また呼んでください。呼んでください。岩井えみりさんの、つながるラジオ、出演させていただきまして、ようこそいらっしゃいました、はい。本当にね、戦場というのをね、肌をも身をもってこう感じさせていただいた、そんな日になりました。はい、今泉です。本当に本日、先週今週とね、岩井えみりの絶つながラジオに呼んでいただいて本当にありがとうございました。僕はもうできればなんか出たくはない。また来週お会いしましょう。最後にね、みんなでつながるボタンを押して終えましょうかね。はい、ではでは、せーの、ようやく